いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回見てください、このインパクトのある立面図。これね、立面図なんですけども、これ何で作ったと思いますか？違います。実はアーキキャドで作ったんですよ。だからこれね、結構あれじゃないですか、このかやぶきの部分とか、この木のマテリアルとかね、結構リアルだと思いませんか？実はこれパースなんですね。平行投影のパースを使ってですね、こういったリアルなテイストの、リアルなマテリアルの立面図を作ることができますので、今回それを解説していきたいと思います。と、それで早速やっていきましょうって言いたいんですけど、その前にですね、位置を比べておきます。普通に立面図を出した際ですね、この右上からスッと落ちてくる。あ、ちょっと待て事故すぎる。今の事故、おめでとう。あー、面白かったよの、ほんまに。すいません、ちょっと。はい、取り乱しました。これがね、いつも通りのね、いつもよく皆さんが作っている立面図ですね。はい、こちらのものと、これと。はあ、全然違いますよね、これ。実はこれ背景も変えれるし、このマテリアルも変えれるし、影の向きも変えれるし、いろんなことができますので、こちらの方を今回は解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいとは思うんですけども、これ自体は僕がモデリングはしていません。先に言っておきます。これ自体はですね、とある方のね、あのツイッターで応募してたので、卒生のお手伝いという形で僕はこの立面図とパースをね、作成させていただくことになったんですけども、まあその時のこのテクニックをね、今回解説していきたいと思います。まあこれを見ただけで、ああの人だなって分かる方はいらっしゃると思いますが、とりあえず今回は名前を合わせさせていただきます。ありがとうございます。はい、そんな感じで、もう早速やっていきます。これね、まあ、ちょっと今入っちゃってるんですけども、このままだといつも通り皆さんのね、3D で見た時のこの感じのね、画面だと思います。はい、こっから実際どうするねんと言いますと、まずですね、こちら右クリックを押してください。で、右クリックを押しまして、このレンダリング実行しませんよ。まず 3D 投影の設定をしてください。はい、でこれをクリックしますと、今パースの設定となりまして、これ対象物に対してどう、太陽がどういう向きで入って、カメラがどこにあるのかみたいなものをね、こちらの方でやっていくんですけども、はい、こちらをね、まずこの平行投影ってありますよね。これ平行投影押しますと、はい、こういった感じで、今この状態で一回 OK しますね。 OK したらこんな感じで平行投影になります。でここから立面図作るとき、じゃあこうして合わせてんのって、まあこのこれだと、まあ日が暮れちゃうので、日は暮れへんけどすごいめんどくさいので、こちらの設定で全てできます。はい、まずですね、立面図をしたい場合、このカスタムってなってますが、このカスタムのところクリックしまして、これの平面じゃなくて、この立面図っぽいのありますよね。この立面図っぽいものをクリックすると、まず真横から見てるよっていう状態になります。でそこから何度の方向から見るねんっていう風になりまして、これね、例えば0度と0度となりますと、こういう風になりますので、でここからあとはカメラが今0度がここなんで、こういう状態で太陽はどういう風に当たってほしいのと、今こうなってますね。あ、ちょっと右からがいいなっていうことで、今回太陽をこれ、まあ、45とかにしたら、はい、こんな感じになりますので、これで実際にやっていきましょう。んコードおかしいな、ちょっと待って、コードは35度とかにしとこうか。35度の45度みたいな感じでいいかな。ちょっとこれ戻します、ごめんなさい。0度の45度の35度で、これでやっていきます。で OK しますね、クリック。はい、こうやってクリックしますと、まあこっちになっちゃったな、まあいっか、こっちはこっちでできますので、はい、これで実際にやっていき、あ、そっか、先ほどのがこれね、長編側だったんで、まあ、短編ももう作ってあるんですが、このせっかくなんで、この短編をこの動画内で作っていきましょう。はい、まずこういう風にできました。ここまで来たら、あとはレンダリングするだけなんですが、はい、今ね、ちょっと待ってくださいね。このドキュメントからレンダリングの設定一回いきます。レンダリング設定しまして、
はい、ここで、あとは、こういう感じでね、シーン、これどれを使うのとか、いろいろ設定していくんですけども、この太陽光はどうするのとか、背景どうするのとか、いろいろ全部決めれます。はい、これでやっていくんですけども、何が一番大事かと言いますと、マテリアルなんですね。だから、皆さんは、このマテリアルね、今回だと、僕、このかやぶきっていうのを自分でね、作成したんですけども、このマテリアルの作り方なんかは以前の動画で軽くは解説していますので、そちらの方をご覧ください。で、そしてですね、そこからもう少しレベルアップしたリアルのマテリアルをね、アーキキャド内で作成してリアルなレンダリングをする方法っていうのはまたね、今度ね、撮影を予定しておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。はい、そのリアルなマテリアルを使うとこんな感じでできます。このキーは少しちゃんと作ってないので、今こんな感じで変なんですけども、このマテリアルとこちらのかやぶきのマテリアルは全部僕が作ってやっております。はい、で実際にこれでやっていきたいんですけども、はい、今回はアウトドアの HDRI の画質優先でいきましょうかね。これ画質優先にして、んでくるくるで、一応まあこれ見ても一緒やけど、で背景は黒になってないんかってなると、ここを背景を一応単色にして、今回黒にしたいので、はい、これ黒にします。OK で、これをしますと、はい、なんで、あーそっか、ここからまだいろいろやらないとダメなんですよね。今この曇りっていうものになってるんで、こちらをなんか真っ黒なものにしてあげましょうか。何か黒い背景、もしくは透明のものを選択してください。はい、すると、こんな感じでできるよっていう風なのができましたので、はい、この状態でじゃあ実際やってみましょう。これであとはもうマテリアルを設定もできて、影とね、角度とかも全て設定しまして、あとはこういう画角ですね、どういった画角にするのかであったりをしっかり調整してですね、はい、こんな感じでいいかな。ちょっと右寄ってるけど、まあ、はい、こういうことができましたら、あとはこちらの方で、はい、レンダリングを実行を押すだけです。少しお待ちください。これね、ちょっと思い出話しますと、これね、覚えてますかね、アーキキャドはこれが強いみたいなんで、アーキキャドのレンダリングを解説、簡単に解説してる動画があるんですけども、そちらその時ね、僕まだデスクトップ持ってなくて、しょぼいノートパソコンを使ってたんですよね。だから確か 2,3 時間かかってましたよね。なんかお昼ご飯食べてきますとか言って待ってる間になんかできてたみたいな、最後でちょうど帰ってきた時に、おーできてるみたいなで喜んで、別に対して綺麗じゃない、その時そんなまだね、技術も何もなかったんで、まだまだしょぼいパースなんですけども、それでなんか喜んでやったできたとか言ってたんですけども、まあ今となってはあれ本当にすごいしょぼいですね。今ならもっとかっこよくできるのになとか思いながら、思いつつそんな感じで思い出話をやっていきました。はい、ということでここから多分スキップです。どうぞ。はい、ということでね、はい、今回、多分数分かな、で今完成していました。どうですか雰囲気。先ほどのものは、まあ、長編のものなんですけども、今回は短編でね、45度か上から、上からは35度からグッと入ってきた時の、短編方向の立面パースでございます。すごい綺麗にできてませんかね。はい、こんな感じでね、今これ立面図を作成しましたが、もちろん断面図でも作成することができます。つまり断面パースを簡単に作成することが可能なんですよ。はい、ということでね、今回はアーキキャドを使ってリアルなマテリアルを用いた立面パースの作成の仕方ということを今回解説していきました。はい、いかがだったでしょうか。これ知ってるだけでね、タイトルにでもあるように、他の人と違ったテイストの立面図、断面図を作成することができますので、他人と少しね、差を広げることができるんじゃないかなと思います。はい、今回の動画いいなとか、もうこれもう最高やねとか
もっと早知りたかったわと思った方は高評価とチャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。この作品を使わせてくれた、卒生を手伝わせていただいている方もありがとうございました。